では続きます。我が国が韓国を併合した、要するに日韓併合に踏み切ったという事実を理解しようと思えば、まずはですね、19世紀後半の世界情勢の大きな流れを振り返る必要があるんですね。でそこで19世紀後半からの我が国の状況と世界情勢について振り返ってみたいと思います。19世紀後半といえば我が国では何があったかというと、もちろん皆さんご存知の通り明治維新がありました。でこの明治維新によって江戸幕府が倒されて、で代わって、薩長の反発を中心とした明治新政府ですね、明治新政府が誕生して近代国家を目指していくという図式になりました。でしかしですね、当時の世界情勢というのは我が国日本にとって全く予断を許せなかったんですね。どういうことかと言いますと、当時19世紀後半の世界の流れは帝国主義だったんですね。それも肌の色が白い、要するに白色人種ですね。白色人種における帝国主義というのが19世紀後半の世界の流れでした。で帝国主義って何かというとですね、一言で言うと政治や経済、軍事などの面で他国が犠牲になるのが知ったこっちゃないと、ね、自国さえ強ければいいということで、他国を犠牲にしてでも自国の領土や利益というのを拡大しようとする政策なんですよ。要するに強いも勝ちですわ。でその当時は白色人種っていうのが絶対視されてましたから、白色人種以外の人種は人にあらずということですね。で我々日本人も黄色人種ですから、白色人種からすれば人で扱いしてないんですよ。でそういう歴史の流れがありました。要するに有色人種は白色人種によって支配されるのが当たり前だという情勢だったんですね、19世紀の後半で。そんな中で明治新政府は世界の荒波の真っ只中に飛び込んでいって近代国家を目指さなければいけないという非常に辛い立場に置かれたんですね。で当然ちょっと気を抜けば我が国は欧米諸国から侵略化されて植民地化されるという、そういう危険があったのがあったために、当時の明治新政府はそれこそありとあらゆる手段を用いて植民地化を免れるために近代化を進めていったんですが、いかんせん当時の東アジアというのは広大です、広いです。そんな広い広大な東アジアの中で日本だけがいくら頑張ったところで限界があるんですよ。日本だけじゃ立ち位置できないと現実をしたんですね、明治新政府は。じゃあどうしようか悩んだ末に、明治新政府は一つのことに気がついたんですよね。あ、そうだ、朝鮮半島がある。で実はね、我が国の生命線、朝鮮半島っていうのは今までもそうなんです、我が国の生命線にできてるんですね。どういうことかというと、日本という国がありますね、まあ、ここに日本という国があって、でここに朝鮮半島があって、ここに大陸があるんですけども、この朝鮮半島が支配されてしまえば、海を隔ててすぐ敵の国ができてしまうということなんですね。でそうなってしまうと我が国の安全保障は非常に問われているんですね。もう海を隔ててすぐ歴史が、この歴史ができるんでしょう。でこの朝鮮半島がもし反日本の、特にロシア帝国あたりがこの朝鮮半島を支配してしまえば、ここからいくらでも軍隊を出すことができるんですね、ロシア。そうなったら我が国の安全保障は非常に問題がある。そこで日本は考えました。じゃあこの朝鮮半島の地域を独立させようじゃない。で朝鮮半島を独立させることによって、日本と朝鮮が手を携えて共に東アジアの侵略に立ち向かっていこういければ、こんな心強いことはないと思ったんですね。これ勘違いしてるんですかね、侵略じゃありませんよ。朝鮮半島を独立国にして、日本と韓国は手を足で、日本と朝鮮が手を携えて共に東アジアの
侵略、ね、侵略か植民地化に対して対抗していこうと思ったんです。それはもちろん朝鮮半島が独立国になれば朝鮮で暮らす人々にとっては大いにプラスですよね。 で加えて日本としてもあの朝鮮半島というのを緩衝帯、つまりクッションにして日本の安全保障が図られると、つまり日本にとっても韓国にとっては朝鮮にとってもメリットがあると思ったんですね、日本は。でそこで明治政府は当時の朝鮮を支配していた李氏朝鮮です、ね、李氏朝鮮、こう書きますけども、李氏朝鮮に対して近代化を進めるように語りかけました。で、この当時の朝鮮国王、まあ、当時は国王が存在したんですけども、高宗と言いまして、または古城、現地みたいな古城と言います。高宗に対して外交文書を送ったんですよ。一緒に手伝わされて頑張っていこうと。外交文書を送ったんですが、実はここで両国にとって大変不幸な行き違いが生じてしまう。